宝富士は8勝5敗で今日14日目を迎えています。過去10対3、宝富士がこのところ9連勝中という両者の対戦。時間です。手をついて締めていった。あと一歩出ませんでした豊響。残念ながら負け越し。宝富士は土俵には残りました。9勝目を挙げました。宝富士。ただいまの決まり手は突き落とし。小車さん、豊響あと一歩でしたが。宝富士の勝ち。そうですね、出方どうでしたか。もう豊響とすればね、こう当たって一気に出てくる、もうそれしかないっていう考えで行ったんでしょうけどね、はい、あの足がやっぱり当たりは良かったんですが、今一歩出なかったですね。向正面の稲川さん、豊響は正面が右を締めていったんですが、左立ち合い前水を下げるようなそんな動きだったんでしょうか。いや、あの押すような形でしたね。そうですか、はい、刺されないように押していったんですが、あと一歩というところでした。宝富士が9勝目を挙げて、宝富士が明日大関の稀勢の里戦が組まれました。これより三役揃い踏みの後、宝富士が、稀勢の里戦が組まれて、その相撲に2桁の星がかかります。この宝富士も西の5枚目ですから、星の積み重ねによって来場所の三役返り咲きがなるかどうか。明日千秋楽は大関戦が組まれました。